さてではここからなんですけれどもえ事前に皆様からツイッターでハッシュタグ通りべ教えてで質問を募集させていただいておりましたお時間の許す限り皆様にお答えいただこうと思います本当にたくさんいただきましてお時間の許す限り行きたいと思いますではまず一つ目の質問です自分以外のキャラクターでこれ言いたかったなぁって思うかっこいいまたは好きなセリフは何ですか ということなんですが、では北村さんお願いできますかそりゃもうやっぱり日酔ってるやついるかですよね。マイキー…いや、本当に今回マイキードラケンは本当格好良くて僕が、竹道がボコボコにされてるイコール二人登場の伏線なんですよ。でもうその二人の姿を見てて、なんか本当漫画から出てきた 二人のようでなんか憧れはすごいありました。竹道としても僕としても憧れはすごいあったんで、あの集会のシーンとかはりょうくんかっこいいなと思ってこう端っこでこうやって見てましたけど。とってもかっこいいセリフなんですけどなぜかこう会場がこうざわざわってするの吉澤さんなんでしょうね。ねあれめっちゃかっこいいシーンのはずなのになんか最近めっちゃ流行ってるらしいですねあの日酔ってるやついるっていうのが。 なんか TikTok か何かで、うん、いろいろ、いろんな,なんかわかんない芸人さんがやってんのがわかんないですけどだから、かすごい調べたらなんかあそこのひよってるやついるのところめちゃくちゃ笑った、面白かったみたいな <laughs> いやいや笑うシーンじゃねえからみたいな <laughs> そうなんだよね <laughs> <laughs> 超,超熱くなるエモエモシーンなので、ね、<laughs> 全然違う見方してるお客さんがちらほらいるなっていうちょっっとその辺が面白かったですけどね <laughs>、はい、変なバズり方をしてしまったようです。<laughs> はい